兜町クラブゴールド青井宗志です。兜町クラブイエロー最強のマーサンド。格闘技好きっていうのもあって、結構試合出てみたいなっていうのも、はい、で結構前回とか出させてもらったんですけど、まあまあ僕が一番強いかなって思いました。前回 MMA とかくだらないルールでやらされて、俺の実際土俵はキックやから、そっちで勝負したい。動画見させてもらったんですけど、まあでかいなって感じですね。ちっちゃくてでかいんで、でインファイターかなって、多分うまく距離取ってね、戦えばいいかなって思います。ゴールド、エルコレブルダン抜けんかった。俺はブルダンの意地にしてやる。刺激 KO とかもやっぱ会場湧くと思うんですけど、僕やっぱね、長くね、じわじわ苦しみたいで、結構ね、ロードとか狙ってボディに沈めます。俺ゲイじゃねえから、クリンチとかマジクソ悪いから、俺が抱けるのは女しかいねえから、そうでよろしい。ノーモーションの左ストレート、俺のストロベリーハイキックでお前の頭を打ち抜いて、耳からできたイチゴジャムがトーストに塗って食ってやんよ。僕も全然宴出れてないんですけど、これからバンバン出ていくんで、ちょっとね、僕の踏み台になってください。次回予告、マサト青井宗志ボッコボコにする。俺が主役、俺が主役。Yeah!
さあ前に出ましょう、前に出ましょう、
ったんですよ、ぶっちゃけ。しかも結構ね、まともに当たったのとかいっぱいあったんですけど、あいつの マサト選手タフで気合入ってて本当すごいなって思いました。でこれからもね、バンバン出ていくんで、多分自分より強いやついないんで、全然みんな勝負しましょう。よいしょ。